花丸 TV です。今週はね、はい、なんと私たち、うん、函館に来ております、ね、で函館といえば、はい、やはりあの前回ですか、はいはい、放送でも2週連続出ていただきました、はいはいはい、ね、楓ちゃんもう大反響でしたね。可愛らしいんですけども、可愛い可愛いって言ってね、クラブリーベ、リーベループ、はいはい、このね、うん、2店舗にいらっしゃるということなんですけども、そうですね、看板出てますよ。相変わらずほらどでかい看板ですね。可愛いな。おい、あ、楓ちゃんいます。楓ちゃんいます。どこですか。ここですよ、次長楓さん。あ、いたいた。ちょっとループの面々可愛いな。おい、まずは、まあ、函館来ましたし、はいはい、ちょっと楓ちゃんにご挨拶というかね、うん、会いに行こうかなと。第一 LC か、はいはい、ね、まあ、ループとリーベが入ってます。そうですね、行きましょう。で、系列店リーバーとガールズバーとかも入ってます、ね、うん、あ、そうなんだね。そう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 、うんうんうん、まずは楓ちゃんだから、はい、7階のループですね。ループね、行きましたね。ね、7階、7階、はい、うん、ループ、うん、こちらがループさんですね。ループね、うん、で、ループさんなんと、はいはい、ずーっと来ますと、うん、こっちに別室でリップルームあるんです。あら、本当だ。はい、こちらもループさんです。あー、なんかすごい、やっぱり7階一番目の最上階は、うん、はい、ちょっとあるんだね、そういうね。そうですね、ビープな感じがね、はい、よりゆっくり飲みたい方はこちらへどうぞということですね。わー、すごい、もう入ってきてすぐビップ感ね。ビップ感すごいね。うん、あるね、高級な感じね。うん、ドンペリーがあったりとかね。うん、あ、話し声聞こえますね。聞こえますね。うん、聞こえますね。いらっしゃるのかしら。うん、カエルちゃんいるんじゃないですか。あ、カエルちゃんいるわ。います。あれ、なんかいるね。いる、いるよね。あ、そうなんですね。じゃあループのもう一人ご用意してくれたんですかね。新準レギュラーもしかしたら候補ですか。だってあの看板見たでしょ。うん、めちゃめちゃもうみんな可愛かったから。そうですね、ね、行きましょうか。じゃあ、すいません、お久しぶりです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。どうした。あー、これやったわ、これ。ひろきさんやったわ、これ。どうした、どうした。恐怖映像まで、はい、3秒前、2、1、どうぞ。本庁こんばんは。口悪いけど、はい、何してんだてめえ。やだ、やめてよ。てめえは何してんだよ。いやいや、私たちセットじゃん。あのやら、お前ふざけんじゃねえ。やめ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 やさあ、改めましてご紹介しましょう。はい、クラブループの、一条楓ちゃんです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。クラブループ一条楓ちゃん。楓ちゃんが在籍するクラブループはお店の規模、在籍人数ともに函館最大級を誇り、個性豊かなキャストと楽しくお酒が飲めるニュークラブ。楓ちゃんには前回に続き今回のロケにも参加していただきます。クラノミちゃんいたらちょっとあれですね、うん、僕らのプラン狂っちゃいましたね。狂っちゃったね。あ、一気に何、もう一人いるのよ。でも今日、え、うん、もう一人女の子用意したわよ。マジで、え、何これどういうこと。もう一人いるの。まあ、こちらループさんだけじゃなくて今回クラブリーベさんからも女の子実はいるのよ。ということで、森合デイスケことクラノミちゃんの案内で同じビルの系列店クラブリーベ。さあ、リーベルの中に入ってきましたけども、はいはい、まあね、落ち着いた空間なんですけど、うん、多分ですよ、はい、一番最初に楓ちゃんに会った時のように、うん、奥の方にいらっしゃるということなので、あっちの奥に、あー、また あのカーテンが。じゃあ、リーベの女の子、はい、登場までいきますよ、はい、3、2、1、お願いします。あ、ごめんなさい。ちょびっくりした、今びっくりした、すいません。すごい
男性スタッフ焦ってすぐ来たわ。うわっつってすいませんすいませんでした。だってガッと開ける人なかなかいないもんね。いないもんね。こうねこうね。そう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 。じゃあ改めまして、はい、はい、登場まで3秒前3、2、1オープン。こんばんは、リーベのレナと申します。かわいい。よかった。めっちゃかわいい。めっちゃかわいいじゃない。クラブリーベレナちゃん。クラブループと同じビル第一 LC 館6階にあるクラブリーベは名実ともに函館を代表するスナック。ゆっくりと函館の夜を楽しみたい方はぜひクラブリーベへお越しください。で、何やら桑並ちゃんからの企画提案があるわけなんですね、はい、そうなのよ。私、あなた方を楽しませるために一生懸命考えたわ。ということで今回の企画は桑並プレゼンツ函館グルメサイコロ。楓ちゃん、レナちゃん、桑並ちゃん3人の食べたい函館グルメをボードに書き、サイコロを振って出た目の飲食店にアポなし取材する企画。さて3人はどんなジャンルの食べ物を書いたのでしょうか。さあここからグルメサイコロ始めていきたいと思いますけど、はい、お三人にまずは項目書いていただきました、はい、こちらでございます。ドンというのでね、はいはい、3人が書いたジャンルはご覧の通り。それではいきましょう。第1投目です。お願いします。はい、さあ何が出るのか。ほい、何ということは、どれ、ごめんなさい、いきなり激辛って何これ。いやいや違うでしょ。いきなり激辛はないでしょこれ。ちょっと寿司、それは光る職人の技。すすきので北海道の旬を味わう。南五条西三丁目 N グランデビル1階寿司処辰利。小さな感動、小さな変化を感じてみませんか。高い技術と高いコスパ、ドキドキワクワクをお客様と一緒に。地下鉄学園前駅から徒歩3分、リトルウィング。 La gente dice che il vino bianco si sposa bene con il sushi, ma penso che il vino rosso vada bene. Questa estate è decisa da gioia。地下鉄住川駅、キューブ住川店、キューブアネックス、JR 琴似駅、キューブ琴似店。キューブはお客様でできている。パチンコ&スロット、キューブ。Are you satisfied? 味に満足、ボリューム満足。こだわりのラーメンが一杯450円から、満足ヌードルラーメンハウス。Are you satisfied? サイコログルメ、まず激辛という項目が出まして、うん、はい、こちらやってまいりました。ラーメン響き、響きさんですね。響きさんでございますけれども、はい、何やらこちらでものすごい辛いラーメンがあるということなんですけど、うん、楓嬢任せてくださいあなたの情報で来ましたけどもここに辛いやつがある。激辛タンメンがある。タンメンがあるということ で、 そうです。問題は、はい、この撮影できるかどうかなんですよ。そうですね。ね、うん、それももう楓ちゃんにやってもらおうかなって思ってる。おんぶりだっこじゃん楓ちゃん。だってほら行ってきます。お願いします。お願いします。お願いします。何この失敗する感ゼロな感じ頼りになるわ。秒で取れるでしょ。秒で取れるでしょ。取れんのかよ本当に。これ秒で取れんのか。すぐ帰っちゃうよ。早っ。すぐ帰っちゃう。どうなの、どうなの。ちょっとお知らせがあるんですけども。はい、オッケーです。秒で取れた函館グルメサイコロ1軒目は函館市北浜町にあるラーメン響き本店。地元でも超有名な激辛メニューを出してくれるお店ですが、そのメニューとは。
で今回この響さんで激辛メニューということなんですけど、もうこれですね。はい、うわー美味しそう。響流タンメン、これが激辛だということで、で一応激辛レベル1から3まであります、うん、まあ激辛なんで、うん、3を注文しようじゃないかと激辛好きの僕としては、うん、響さん情報知ってるんですよ。あら、うん、そうなの。函館でも超有名な激辛ラーメンタンメンを出すところ。あ、そうなんだね。うん、聞いた情報によると、はい、痛くなるっていうお店ですあのね、うん、せっかくこう塩のキビキルタンメンと味噌2つ頼むじゃない、うん、はい、だからこういうのどう対決しちゃおう。もう完全 IKKO さんじゃん丸パクリじゃんお前腹立ち。ここで緊急企画、カエデちゃん、レナちゃん、クワノミちゃんの3人対ラフチケットの激辛タンメン早食い対決。ラフチケットチームが勝った場合はお店から得点がもらえます。10名様に、うん、チャミスルか今日月お店からプレゼントします。イエーイ、マジいいよ。で、あなたたちが勝ったらもう私リーベループが勝ったらどうなる。私がキスしてあげるんだからそれは嫌だそれは最高の罰ゲームだ。本崎さん絶対勝とうはい、お待たせしました。あ、来ました、ね、はい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 、タンメンです。こちらのうわ塩でー、これ塩なんすか。味噌になっておりますね。響流タンメン激辛レベル3、あまりの辛さのためお店のスタッフもおすすめはしないという激辛レベルマックスのタンメン。ちなみに店員さんはこの3辛は食べたことは。3辛はないんですけど。ない。2ならあるんですよね。あ、 2はどうでした、食べてみて。僕泣きました。泣くんすか大の男が泣くんすか。食べたかったっすか。いや、ちょっと痛かったです。何を聞いてるかいいですか。はい、それではいきます。響さんで激辛響流タンメン早食い対決スターティーリンゴちゃんじゃん。いろんな人パクってんなお前。毒リンゴちゃん、毒リンゴちゃん、いただきます。いただきます。いただきます。うわうわうわ、やばい。あうまいけど辛いね。あ、でもうまみはすごいな。うん、どう？美味しい。嘘でしょ嘘でしょ、マジか。美味しい。いや、いや、うまいのはうまいんだよ。うん、うわ、辛もうこの時点で負けじゃん、お前。嘘でしょ。お前結構苦悶な表情だぞ、お前。いける？さあ、レナちゃん挑戦です。はい、食べます。うん、おいしい。嘘でしょさすが。これはちょっとあれですよ、生田チーム急がないと思う。時さん、あ、死にそうな顔してる。あ、変わろうか。あ、もう変わって変わろうか。変わろう、もう待って、ね、いただきます。はい、まずスープ。カレーこれカレー、うわ、これはすごいな。これちょっと札幌の激辛好きでもちょっと激震するレベルかもしれない。あれあれ二人、あれ汗が止まらなくて女子の天敵、汗、汗が、あの汗がもう顔がなくなってくるえ、嘘ついてたの。いや、全然美味しいですよ。食べれるけど、うんうん、汗かきたくない。汗かきたくない。仕上げるわ。うん。頑張れ、響きやっつけるわ。響きのタンメンやっつけるわ。響きのタンメン。あ、スタッフも見てくれてますよ。やっつけさせていただきます。お願いしますって言ってます。オッケー。はい。完食でーす。ありがとうございます。
も拍手ありがとうございます。すいません、ありがとうございます。ということで、お約束通り生田 TV チームが勝ったんで、ループとリーベからチャミスルか狂月どちらかを限定10名様にプレゼントしちゃいます。出しますね、お寿司。さあさあ、何かで結構転がる。お、出た出た。はい、3、焼き鳥。わぁ、自分で書いてるんですか。そうだな、そうだそうだそうだ、カエデちゃん書いてあったもんね。地下に広がるおしゃれな空間、動産食材を生かした料理、気取らない特別なひとときを、鉄板居酒屋さんさん。函館の夜を楽しく過ごしませんか。誰もがリラックスできる落ち着いた空間、函館を代表するスナックといえばクラブリーベ。最新のニュースです。リサイクルショップライズの出張買取訪問が好評のようです。引っ越しする際の不要品、処分がもったいないものなど、即日対応のスピーディーさがユーザーに受けています。リサイクルのことならライズまで。家康観光開発は地域に密着したサービスをご提供いたします。お客様の求める不動産探しから観光バスの駐車場まで、札幌の不動産のことは家康観光開発。東区役所前から徒歩30秒、北11条東8丁目高岡ビル1階、ビルの中通路を進むと札幌麺屋文太郎。インテリアコーディネート、リノベーション、空間をトータルコーディネートする会社、リビングシングス。また響きなの？そういうことなんです響きから響きへということなんですよねでも思いっきりあれですよ、うん、焼き鳥じゃなくてカラオケ喫茶バーって書いてますけど違うのね、ここではないのね。ここではないですよね。ここではないですね。お店はどちらになりますか？あ、隣のこれ、なんていうんだろう、ね、ウッチーっていうお店です。アポは誰がここはお願いしますもう秒ですよ秒で行くよ。秒ですか？秒で行きますよ。あなた函館の何者なんですか？来たよ、もう来たよ、もう来た、もう来た、また秒で。あら、はい、さすがにあれか、いきなりだからね。うん、ね、いきなりだからね。なんで、うん、ちょっとお知らせなんですけど、はい、まあ、はい、しょうがないですよ、それは。うん、オッケーです。オッケーなんかすごいな、オッケーでした。オッケーでした。函館グルメサイコロ2軒目は焼き鳥ベースウッチ。焼き鳥店ながらアメリカンな雰囲気なこちらのお店はクラブループリーベと同じ本町にあるということで、楓ちゃん行きつけのお店だそうです。店長のウッチさんでございます。はい、よろしくお願いします。ね、男前ですね。いや、ありがとうございます、ね、ありがとうございます。様子がおかしい。ちょっと待って様子がおかしいけど、どうした？桑野美ちゃん、いや、あの、うっち元彼なの。あ、いや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 何なのこの。いや、うっちさんおかしいでしょ、それ逆に。うっちさんがループリーベに行くことはあるんですか？はい、お、あるんですね、はい、近いしね、はい、ね、どういったお店ですか？いや、本当可愛い子が集まっててすごい楽しくていいお店だと思います。100点ありがとうございます。さすが、さすが、さすがですね。どうも、焼き鳥屋さんということでございまして、まあ、楓ちゃんはよく来ますよ、はい、ということなんですけども、なんかおすすめのメニューありますか？まあ、もちろん焼き鳥の盛り合わせももちろんなんですけど、うん、はい、それはマストで頼む。そうですね、うん、はいはい、それと、うん、赤鶏のたたきっていうメニューがあるんですよ。赤鶏のたたき、うん、今回こちらのお店でいただくメニューは店長こだわりの串焼き9本盛りと鹿児島産赤鶏のたたき。肉にまず玉ねぎを巻くんですよ、うん、なるほど。それちょっとじゃあ巻き巻きします。実践しますかね。そうですね、玉ねぎを、はい、巻き巻きします。ニンニクちょっとここに乗せて、
絶対うまいな。ちょっとだけでいいんですかね。ちょっと口臭気にしないんだったら。あ、もう全然、もともと臭いんで大丈夫です。いただきます。うーわ、うめえ。ずるい。うわー、うま。うわ、鶏の味めっちゃ濃いね。めっちゃ美味しいですね。ガツンってくる鶏の味が。へー。あ、美味しそう。あ、豪快。いい。うそ。うまい。いい顔するな。美味しそうな顔するな。じゃあ私はつくねをいただきたい。いや、二十歳だね。やっぱ二十歳の女子はつくねだよね。そうだね。可愛いな。いただきます。はい。美味しい。美味しい。あ、美味しい。中が柔らかくてすごい美味しい。お猿戻ったじゃない。おい、美味しい。あなたも食べてみれ。次は桑の実ちゃんが投げますけども、うん、何食べたいですか。お寿司食べたい。お寿司。私もお寿司行きたいですね。じゃあ振ります。せーの。ちょっと何多分ね、全員引いてる。お願いします。来い来い。小さな一歩は大きな力。さあ、仲間たちと一緒に踏み出そう。未来は君たちが主役だ。柔道サッカークラブ、生徒募集中。源泉 100% の天然温泉。くつろぎの空間で心も体もリフレッシュ。気持ちが休まる和みの時間。苫小牧日帰り天然温泉、和みの湯。ハイクラスな大人の空間、リーズナブルな料金設定。南四条西三丁目第三グリーンビル4階メンバーズダン。冷凍では味わえない本物の生ラムを炭火で。ビール、ハイボール、焼酎や日本酒も豊富。各種宴会プランも生ラム本舗デリシャス。さっさとやっちまいな。へい。ん？株式会社ワプラスとは。さあ、4の目を出してお寿司屋さんということでございますけども、はいはいはい、もう後ろいい感じのお寿司屋さんの前に来てますけども、ね、名店の匂いがしますね。ここはお名前はたくまというところです。たくまというお寿司屋さんでございまして、ね、うん、まあ、メイン通りからちょっと一本入った感じの、ね、なんか隠れ家的なお店ですけども、はい、こちらもう楓ちゃんチョイスで、はい、アポの方はもうこれ行っちゃってます行っております。だから何者なんだ。ありがとうございます。函館グルメサイコロ最後のお店は函館市本町のメイン通りから少し離れたところにお店を構える寿司処たくま。函館近海で獲れる新鮮なネタが味わえる去年4月にオープンしたばかりのお店です。かゆちゃんはよく来られるんですね。あ、来ますね。昨日も来てました、うん、昨日も来てたの。そうなの。昨日も来てました、うん、なんか何やら昨日もちょっとね、困ったことあったんですよね。ウニ食べられちゃいましたよ。ちょっとあなた全部ウニ食べたの。全部この店のウニ、うん、全部食べてやりました。食べてやりましたって言い方やる。ということでこちらのお店でいただくのはもちろん、大将太田拓磨さんが握った極上のお寿司、どこからどう見ても美味しそうです。いただきます。いただきます。シャリのバランス感覚すごい。ありがとうございます。うまっ。
さすが、うん、でも若いですよね。あ、もう若くないです。おいくつですか？31ですね。若いですよ。お寿司屋さんで働いて15年目で独立です。はい、おー、やっぱり長い日中でしたね。顔がね、うん、お米に見えてきてる。ディスってるんですか？お帰りいただきますよ。すごいね。はい、いや、違う。大丈夫ですね、ですね。いただきます。おいしそう。すごい、食いっぷり。いい食いっぷり。なんだろうな。食ってる時も可愛いって、なんだろうね。なんだろうな、この子。最強ですよ。この顔がいいね。美味しそう。美味しそうだな。美味しそうに食べるね。じゃあ本崎さん、うん、お次どうぞ。OK。はい。あ、ちょっと待ってー。ちょっと待ってー。うん、あー、来たよ。お待たせしました。はい。はい、わ、え？あれ、大将。特別に。ちょっと待ってー。なんかね、すごい照りがすごいですね。いきんじゃね、たくまさん、はい、この店の特徴ですか？そうですね、あの特別なお客さんだけに出させてもらってますね。これ漬けみたいね、この照り、ね、漬けマグロかな。なんかこれね、醤油つけない方が良さそう、うん、このままいけるかもしれない漬けだから。じゃあちょっと一口いただいてみます。あー、硬い漬けですか？カット。これで分かった？どうですか味？大将、ありがとうございます。美味しいお寿司、ごちそうさまでした。ありがとうございます。さん、こんなに美味しいお寿司いただいたから、私もお返ししたいなと思うんだけど、いい？はい、お願いします。じゃあ、お礼に私の見せてあげる。ほーら。ほら、どう？ほら。ほら、これ見たことない、これ。これお前、ナナちゃんのじゃねえの？ナナちゃんのやつ、私今日買ってきた。ナナちゃんのファンだから。あいつバカだ。ちょっと、あんたいつまで見てるのよ、もう。やだー。すいません。失礼ぶっこき。いや、大丈夫ですよ。謝るところが本当は怒っていいんですからね。いい加減にして。この番組は、ご覧のスポンサーの提供でお送りしました。